次に、キラ修司君、キラ君。有志の会のキラ修司です。今日はウクライナ危機に関連して、これ以上罪のない人々の犠牲を出してはいけない、また安易に国際世論、国内世論に迎合して、国力が低迷する我が国の国益を損ねてはならない、こういう観点から質問させてもらいます。質問に先立って、私自身も今回のプーチン大統領によるウクライナ侵攻と虐殺など、非人道的蛮行は決して許されない、このような思いを共有していることは確認をした上で質問をさせてもらいたいと思います。今世界中がロシアを国際社会から完全排除しろと、潰してしまえという状況にあります。気持ちはわかりますが、このままの状態が続くと停戦が遠のき、今申し上げた何の罪もないウクライナの人々の犠牲者が増え続けるばかり、また避難民が増加し続けるばかりであります。何らかの形で停戦合意を導くためには、停戦合意に導くためには妥協が必要だと思っています。でもう一点付け加えるならば、このままロシアを国際社会から完全排除するということで動いてしまうと、新しい東西冷戦が、それも私に言わせると新次元の東西冷戦が始まるというふうに思っています。この新次元の東西冷戦から誰も国際社会の国も人も利益を得ることはありません。そういう意味では、さっき言いましたプーチンの蛮行って決して許されはないんだけれども、ウクライナの人々の犠牲者をこれ以上増やさないため、そして将来的な新次元の東西冷戦を進化させないためにも、何らかの妥協して停戦合意を成立させる必要があると思っています。妥協妥協と言っておりますけれども、これは以前林大臣とも予算委員会の分科会でも話しましたけれども、国際交渉っていうのは100対0っていうのはありえません。相手の立場に立てば、相手の正義なり正論もある。今回の先ほども軍事侵攻したプーチン、ロシアは絶対に許せませんけれども、私自身は軍事侵攻前に軍事侵攻を抑える、その手立てがあったと思っておりますし、2月3日だったか4日かの予算委員会においても、また2月16日、これは軍事侵攻の2月24日の前ですけれども、そのことについて林大臣に私は提起もお願いもしております。なぜこのように言うのか、資料をご覧いただきたいと思います。表になったやつでですね、ロシアのウクライナ侵攻までの米ロ間の主な動きという資料であります。最初の2021年12月7日、ロシア側の主張を見ていただきたいと思いますが、NATO が東方に拡大しないよう保証を求めた。その下、15日、米国に NATO 不拡大などを柱とした欧州との安全保障に関する提案書を正式に渡した。22年1月21日、NATO をこれ以上拡大させないことを法的に要求していることに対するアメリカの回答に期待する。1月28日、フランス大統領との電話会談ですけれども、米国と NATO の書面回答について、基本的なロシアの懸念が考慮されていないと不満を述べた。その後、NATO の拡大停止、その後は言いません。2月1日、ウクライナの NATO 加盟を認めないよう、米国に改めて譲歩を迫った。2月12日、これは米ロ首脳会談で、電話会談で、ロシアの安全保障上の懸念をめぐる
バイデン大統領の見解に、ロシアの主要な懸念に留意していないと反発、NATO の東方不拡大の確約を拒否した米欧への返答を近く発表すると表明、2月17日、ロシア外務省は自国の安全保障の要求に対する米国と NATO の書面回答への返答を米国に示し、米国に合意の用意がなければ、軍事技術的な措置を余儀なくされると警告、これ、ある意味では最後通牒です。私は、資料にもつけていますけれども、さっき言った2月3日予算委員会、2月16日の予算委員会でも、武力紛争が起こりうるのに、それでもウクライナを NATO に入れる、NATO の東方拡大をする必要があるのか、軍事同盟、安全保障というのは、そもそもその国の人たちの命を守ることが目的ではないのか、にもかかわらず、軍事紛争によって犠牲者が出かねないにもかかわらず、NATO の東方拡大、これにゼロ回答するのか、このような問題意識で質問しています。議事録にも残っています。1962年のキューバ危機、カストロ革命後の、キューバ革命後、当時のソ連が、アメリカの喉元にあるキューバにミサイル基地を建設し、ミサイルを搬入しようとしました。場合によっては核もそうだったかもしれません。当時のケネディ大統領が自分の喉元にナイフを突きつけられたらたまったもんじゃないと、第三次世界大戦をある意味で覚悟してでも海上封鎖という措置に踏み切り、なんとか危機回避しました。アメリカは海で隔たっているキューバに対してそういう措置を取った。ロシアからしてみると国境を接する、しかも民族的には全く同根で、ソ連の時には同じ国民としてやってた兄弟、または一卵性ソーセージ、そのウクライナが NATO に加盟してロシアに対してミサイルを向ける、そのことに対してそれだけは勘弁して、その切実な要求に対してゼロ回答だった。私はプーチンはこのアメリカが書面でもってゼロ回答だったときに軍事侵攻を腹の中で決めたと思っています。私は何が言いたいか、先ほど言いましたようにプーチンが実際しでかしてしまったこの非人道的な蛮行は決して許されない。しかしそれを止める手立てがあった、今起こってしまっているであれば、この NATO 非拡大含めた妥協を何としても成立させて停戦に持ち込む、このことが重要なんではないかというふうに思っています。この議事録資料として見ていただきたいんですが、いろいろ書いてますが、議事録の4ページ目、最後、丸15って書いたところに、この問題を必ず平和裏に終わらせて、ウクライナの人たちを誰一人犠牲にすることなく、国際経済に、これは後での質問になりますが、国際経済に悪影響を及ぼすことのない解決策を日本政府としても積極的に発信していく、そのことをお願いしたいというふうに申し上げています。その前の段階で、今私が申し上げたような問題意識は、るる述べています。そこでまず最初の質問でありますが、一野党議員の提言であり、お願いではありましたけれども、政府として、日本政府として、ロシアによる武力侵攻を防ぐ、私の提起も踏まえて、具体的な行動を起こされたのか、そのことについてお聞きしたいと思います。1点、
言っておきますと、2006年3月の衆議院予算委員会で、当時の共産党の吉井秀勝衆議院議員が、後に起こる福島第一原発の事故をもう全く完全に予想した質問をしています。悔やまれるのは、その時に政府としても国会としても、一議員の提言であっても、それを真摯に耳を傾けていれば防げたんではないかと私は思っています。共産党にしつこく失礼な言い方でありますけれども、当時政府も多くの国会議員も、共産党はどうせ反原発、その一環としてこういう主張をしているんだろうと、それで聞く耳持たなかったんではないかと、そういう意味で、私は吉井秀勝議員、並びようもありませんけれども、侵攻前は、ロシアの立場に立てば、またキューバ危機等を考えれば、ロシアの言い分にも、それなりの正論はあった。そういう中で、米国に対して、NATO 諸国に対して、日本政府として軍事侵攻を止めるために、NATO 非拡大を含めた何らかの妥協をして、軍事侵攻を防ぐ、そのための具体的行動を起こしたのか、このことについてお聞きしたいと思います。林外務大臣。このロシアによるウクライナ侵略に至るまでの中で、この今、委員からもこのクロノロジーを示していただきましたけれども、我が国を含みます国際社会、これは事態の平和的解決に向けたロシアの働きかけを含めてですね、懸命な外交努力を重ねてきたところでございます。ちょうど今、委員からもお話になりました2月16日に、この委員と私との間で、このやり取りを行った翌日になりますが、日露首脳電話会談を行いました。私も陪席をさせていただきましたけれども、岸田総理から、プーチン大統領に対してですね、力による一方的な現状変更ではなく、外交交渉によって、関係各国にとって受け入れられるような解決方法を追求すべきである、こうした旨、働きかけを行ったところでございます。またそのほかさまざまなレベルで緊張緩和に向けた外交努力を続けてきたところでございます。そうした中、今回ロシアによるウクライナ侵略が発生いたしました。この侵略はいかなる理由や経緯であっても正当化することはできないと考えております。明白な国際法違反であり、厳しく非難をいたします。国際秩序の根幹を守り抜くために、国際社会が結束して毅然と行動しなければならないと考えております。我が国としてこのことを示すべく、断固として行動をしてまいりたいと考えております。委員長。吉良修二君。日露首脳電話会談でそのようにおっしゃったと、それは誰でもが、思いつくというと失礼ですけれども、主張していることであります。しかし日本政府としてやるべきことは、ロシアというよりも、ロシアの主張は明確ですから、本来、米国と NATO 主要国に対して、NATO の東方拡大を取り下げろと、こう言うべきではなかったのかと思っています。私は具体的な停戦合意案を持ってますけれども、今日は時間限られていますので、そのことはまた改めて申し上げたいと思っていますけれども、ちゃんとホームページにも発信しています。かなり詳しく書いてるんで、できたら見てください。で、一つ、ちょっと今日は決算行政監視委員会なので、予備費の検証ということではありませんけれども、今後の予備費の使途ということで、1点だけ提案がございます。林大臣がポーランドから帰国される際に、ウクライナ避難民20人を一緒に連れて帰ってこられました。我が国としても、できる限り避難民を受け入れ、
このことが重要だと思っています。引き続いてその努力をお願いしたい。で、その一方でですね、提案というのは、日本の協力によってウクライナからカナダへ避難民のカナダが受け入れることに対して協力をする。例えばそれは、まあ、ポーランドであったり、その東ヨーロッパからカナダに移送する、その移送のコストを日本が持つ。場合によっては、カナダに行くという人は一時的な避難だけではなくて、多分永久移民を考えていく人も多いと思っています。その最初の初期費用等を日本が負担をするということです。突拍子もない考えと思われるかもしれませんけれども、実はウクライナは、ウクライナ本国、ロシアに続いて世界で3番目にウクライナコミュニティが大きい国であります。私の経験でですね、今からちょうど30年前になりますけれども、カナダの会社の人とプロジェクトをやってた。その人から、キラ、お前はウクライナをどう思う、ウクライナマーケットどう思う、キラと私が投じた日商はどう思う、話になって話をしました。どう言ったかはもう割愛しますけれども、実は自分の父親もウクライナ出身なんだと。1917年のロシア革命の時に、父は資産家だったので、ロシア革命逃れてカナダに、まあ、亡命してきたんだと。じゃあなぜカナダだったのか。ご承知の通り、カナダはブリティッシュコロンビアというように、東側がイギリス、フランス語のケベック州はフランスが開拓しましたけれども、カナディアンロッキーのど真ん中、一番寒いところ、過酷な気象条件のところは開拓が進まなかった。最初はイタリア人、スペイン人を募って送り込んだけれども、寒さに耐えきれず、撤退と。その中でウクライナの人たちを1960年、70年、その地域に送り込んだ。今ではアルバータ州が中心ですけれども、アルバータ、サスカチュワン、マニトワとか一部と思います。そこにウクライナの人たちが、まあ、定住したと。ちょうど私がその92年当時、マルルーニっていう首相だったか、ちょっと定かではありませんけれども、その閣僚のうちの4人がウクライナルーツの人たちだと、こういうことでありました。私は日本にも受け入れてもらいたい。しかし、言葉がこれだけ違えばですね、特に大人になった人たちを迎え入れても、言い方はきついですけれども、ありがた迷惑、日本の社会、言語、あまりにも違う。そういう中で、カナダであればですね、そういったカナダのコミュニティがすでにあって、文化的にも非常に近しいものがある。そういう意味で、ウクライナの人たちのことを思えば、そうやってカナダが受け入れる。しかもカナダの今の経済成長の原動力は移民によるものです。インド系、香港系、フィリピン系いますけれども、移民が経済成長の原動力、そのカナダに協力しながら、日本としても将来的に、まあ、私は日本語教育と。ウクライナ人の得意な IT 教育を、これも日本の支援で出して、将来的には日本の教育、日本へも協力してもらうと。こういう考え方で、カナダの受け入れに対して日本が協力すると、このようなアイデアを持ってますけれども、いかがでしょうか。林外務大臣。この今後の避難民の方々への支援については、こうした一国が他国の領土を侵略するという国際社会で、まあ、稀に見る暴挙が行われる中で、ウクライナが瀕する危機的状況を踏まえた緊急措置として、まあ、避難される方々にですね、まずもって安心できる避難生活の場を提供すべく、政府全体として取り組んでいるところでございます。今ご指摘のありました、この前回の私の出張時のことでございますが、その中で、この日本への避難を切に希望しているものの、現在、自力で渡航手段を確保することが困難なウクライナ避難民の方々に対し、
当面、毎週政府がポーランドとの直行便の座席を借り上げて、この人道的観点から我が国への渡航支援を行うことに、しておるところでございます。日本といたしましては、日本への渡航を希望される避難民の方々に対する必要な支援を迅速かつ的確に行うことができるように対応してまいりたいと思っております。で、今キラ委員から言いましたカナダでございます。こうした第三国への避難民の方々への渡航支援は現段階で何ら決まっていることはないわけでございますが、カナダへの渡航を希望をされる方々については、基本的にはですね、受け入れ国となるカナダ政府により検討がなされるものと理解しております。厳しい状況に置かれているウクライナ避難民に対する支援、これは国際社会全体で取り組んでいく課題でございます。私も先週7日でございますが、メラニー・ジョリーカナダ外相とも会談をいたしまして、ウクライナ問題への対応を含めて G7 の場等でのですね、緊密な連携の進展、これを確認をしたところでございます。吉良修司君。はい、ぜひ受け入れ側というよりも避難民の立場に立った受け入れを、カナダのへの協力も含めてお願いしたいと思います。最後ちょっと時間が限られてきましたけれども、エネルギー安全保障について簡単に質問したいと思います。まず日本政府としてサハリン1、2、それからアークティック LNG2、 この権益を放棄しないという立場について強く支持します。 LNG プロジェクトっていうのは5年10年でできるものではありません。下手すると20年30年かかります。プーチン後はプーチンとは限らない。それを考えたときに、日本のエネルギー安全保障、先ほど冒頭に言いましたけれども、国際世論、国内世論、安易に迎合してですね、日本の国益を損ねることのないようにお願いしたい、そういう中での政府の判断を私は強く支持しております。1点、先ほど、ロシアを完全排除する。ということは世界のためにならない、日本のためにもならないということを言いました。私はドイツが気の毒でしょうがありません。ドイツ、フランスはクリミア侵攻後、やはりこういうこともあり得るということで、ウクライナの NATO 加盟に反対をしていた、そういうふうに了解しています。ドイツはロシアからの天然ガス輸入、85% 程度が長期契約、残りがスポット、そしてその長期契約というのは非常に今のスポット価格からいけばもう何分の1、下手すると一桁違うぐらいの安い価格です。そしてそれをつい最近15年間延長したばかりです。いくらアメリカがドイツに、ロシアに代わってアメリカから供給してやると言ったとしても、それはヘンリーハブ価格です。ほとんどスポット価格です。そういう意味で一方の正義は分かりますけれども、ドイツとしても本当に断腸の思いだったと思います。日本としてもいろんな批判があるでしょうけれども、先ほど言いましたように、このエネルギーの安全保障については国益第一、そして長期的視野に立って対応をお願いしたいと思っています。萩生田大臣、そのお願いに対して答弁お願いします。萩生田経済産業大臣。今お話がありましたように、例えば LNG の安定供給については、すでに電力ガス会社が 2、3 週間程度の LNG 在庫を有していますが、今後さまざまな可能性もあります。ロシア以外の LNG 生産国やスポットマーケットからの代替調達も世界中で取り合いになっており、見通しは大変厳しいものがあります。事業者間の融通に加えて、電力システム全体での機動的な電力の広域融通なども取り組んでまいりたいと思います。お話がありましたように、サハリン1、サハリン2、いろんなご意見あることは承知してますが、これ長期の融通ができる既得権がございますので、まずは足元、これしっかり守っていきたいと思ってます。と言いますのは、これ手放したところで第三国に移譲されて、そこでロシアにさらなる利益をもたらすことになれば制裁にならないというのが私たちの判断であります。一方、じゃあ世界各国でそれをやめてですね、マーケットから買おうといったら、今お話があったように、
簡単に5倍、10倍の金額で売れることになっちゃって、これも利することになりますので、まあ、今あの冷静にですね、自国のエネルギーをしっかり確保しながら、一方で国際社会としっかり協調していく、このことを前に進めていきたいと思っています。はい、木田修司君。時間来ましたので終わります。答弁ありがとうございました。次に。